4年前に発生した西日本豪雨。広島県全体では151人が亡くなり、5人が今も行方不明です。先週、坂町で行われた追悼法要には、スーパーボランティアとして知られる小畑春夫さんの姿が。被災地を元気づけてほしいというボランティア仲間の求めに応じて駆けつけました。皆さんと一緒に、ご供養ができたことを私は、誇りに思っております。本当に今日はありがとうございました。皆さんどうも。4年前、小畑さんは災害発生直後から広島県の被災地で支援に汗を流しました。山口県で行方不明になった男の子を救助したのもちょうどこの頃。世間から注目される中、呉市の天皇小学校の校庭で車中泊をしながら黙々と活動を続けました。今回、小畑さんは再び天皇小学校を訪れました。人に優しく、己に厳しく。ボランティアをする中で一番大変だったことは何ですか？いい答え、質問ですね。ありがとうございます。今までおいちゃんね、ボランティアをね、させてもらって一番大変と思ったことは一つもないです。子どもたちの質問に答える小畑さん、その言葉を熱心に書き記す一人の女の子が、5年生の谷優奈さんです。誰かが困っていたら、その人のためになってあげたいです。4年前、自宅に濁流が押し寄せ被災した優奈さん。そんな辛い時に小畑さんと出会い、元気になるきっかけをもらいました。それ以来、交流が続いています。お父さんやらお母さんを大事にしてあげてね。優奈さんは去年、小畑さんが呉市を訪れた時にメッセージを書いてもらったランドセルを大切にしています。これにもう直に書いてほしいって言ったんよとかって、嬉しそうにこれ抱えて帰ってきてランドセルすごい喜んでたのは よかったなと思って。あ、ゆうらちゃん、おかえり。自宅に来てくれた小畑さんに、ゆうなさんは手紙を手渡しました。ありがとう。小畑さんに会えて嬉しいです。小畑さん、大好き大好き大好き大大好きです。ありがたいな。ずっと元気でいてほしいです。元気でいっぱい長生きするよ。天皇のこと忘れないように、時々ゆうなちゃんに会いに来ます。被災地との交流を続ける小畑さん、はい、人のために尽くすという気持ちは子どもたちにもしっかりと伝わっているはずです。